バリツは、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルの推理小説、空き家の冒険で、シャーロック・ホームズシリーズに初めて登場する架空の日本武術。柔道を指すという解釈が一般的だが、武術説、バーティツ説などの異論もある。1894年の最後の事件で、シャーロック・ホームズは、宿敵のジェームズ・モリアーティ教授とスイスのライヘン・バッハの滝でもみ合いになった末、 二人とも滝つぼに落ちたということになった。しかし、ドイルはファンの要望に応えて続編を書くことになり、ホームズは死んでいなかったということにする必要が生じた。そこで自分にはバリツという日本式の格闘技の心得があって、それでモリアーティ教授を投げ飛ばしたのだ、と空き家の冒険の中でワトソンに説明している。役者によっては、 馬術と表記されている番すらあるが、馬術とは柔道が通説となっている。明治期には行動間柔道も柔術流派の一つとみなされ、行動間出身者も柔術家を自称していた。なお純粋な戦闘技術としての柔術と心身の鍛錬や教育的公用を重視する武道としての柔道を明確に区別するようになったのは第二次世界大戦後とされる。 2014年のテレビドラマ、シャーロックでは、シーズン2のベルグレービアの終文において、壁にかけられた行動官の黒帯証明書が登場し、空き家の冒険に相当するシーズン3、空の霊柩車では、ジャパニーズレスリングにより助かったと説明している。これにちなみ、後世の作品では探偵の得意技として、馬率が取り上げられることもある。1950年には、江戸川乱歩、 吉田健一などを発起人として、ベーカーストリートイレギュラーズの東京馬律支部が結成された。発会式では、牧野信明の馬律の起源に関する論文が朗読された。牧野によれば、ホームズは僕は日本式レスリングを含む武術の心得があると言ったのであって、ワトスンは武術を馬律と間違えたのだという。 詳細はバーティツを参照バーティツの構え1899年9月に日本に滞在していたエドワード・ウィリアム・バートン・ライトというイギリス人が日本人の谷幸夫を伴って1900年9月頃帰国し日本の柔術にステッキ術と打撃技を合わせた五神術同誌にはドイルも小説を掲載していたためその記事を読んでいた可能性は高くバリツとは バーティツの語気であるとする説がある。この説を補強する材料として、1900年に発行された新聞に記載された、バーティツのデモンストレーション紹介文中にて、バリツと語気されている記事が発見されている。また、ドイルの友人で1887年からお雇い、外国人技師として来日していた、ウィリアム・ケイバートンとの文通により、日本に、日本では、 大月健治が自身のエッセイ、地上最強の格闘技バリツとシャーロック・ホームズの謎で、バリツイコールバーティッツ説を述べ、それをもとにした短編小説の発表なども言っている。なお後にバーティッツは商業的に失敗し、教える者がいなくなって久しかったが、2002年に国際協会のバーティッツソサイティが設立されて、以後は復活を果たしている。 ホームズとモリアーティ教授の格闘、最後の事件は、ストランドマガジン1893年12月号に発表され、シドニーバジェットによる差し絵が掲載された。当時まだ、バリツの設定は存在していないが、差し絵の中には、ホームズとモリアーティ教授の格闘シーンもあった。この格闘シーンの差し絵では、ホームズの左腕が、モリアーティ教授の胴体に回され、 右手でその左手首を握っている。これはレスリングにおける、グレコローマンスタイルの組手であり、従術ではない。シャーロキアンの上村正夫は、差し絵のような格闘が行われたのではなく、ホームズは突進してくる、モリアーティ教授の勢いを利用し、ともえ投げをかけたのだろうと推測している。ありがとうございます。